はーい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ディムです。本日も10分で名画をご覧いただきありがとうございます。今回取り上げる作品その1、新エヴァンゲリオン劇場版。監督は庵野秀明、総監督鶴巻和也、中山勝一、前田真宏監督。今回取り上げる作品その2、海辺の彼女たち。監督は藤本明雄監督。2本立てでお送りいたします。高評価、グッドボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。では今週の10分で名画をお楽しみください。はい、新エヴァンゲリオン劇場版。いろんなところでね、詳しくやれてる方が多数いらっしゃるんで、特に新しいこととかは話せないんですけど、まあエヴァンゲリオンに関して言うと、最初のうちは結構正直言って引いてみてたところあるんですよね。まずはいろんな謎本が何を指すという感じで並んでいて、特に最終回論争っていうんですか、最後の2話がもう物語性っていうのは完全に放棄しちゃって、いきなりモノローグで終わっちゃうみたいな、まあいろんな説が出ましたけど、とにかくちょっと論争に付き合う気はないなって感じで引いてみてたんですけども、そういう熱心なファンの熱は収まることなく、こういう完結編に持っていくところまで来たわけですが、そういう必ずしも熱心ファンではない人間から見ても満足のいくっていうか、綺麗に収まるところに収まったっていう感じのする作品になってました。ドラマとして父親の碇玄道と碇伸一の決着がつくっていうところではあるのが、やっぱり王道的だし、それと思ったのは父親と息子の対決って言っても、息子が父親を倒して乗り越えるといったパターンとはやっぱりちょっと違ってるんですね。碇玄道ってはそんなに強力な人間には実はなかったっていうのが分かってくる、それを認識していくことでやっぱり一種の調和にしていくっていうドラマになっていて、かなり納得いけるものだったし、対決のイメージでも突然日常的な教室になったり正しくになったりっていうのは、飛躍してると同時に説得力があって面白かったです。まあ、ここは東西やられてきた父親超え父親殺しっていう、父親を倒してっていうのとは少し違う形で、最後に実写にもらって自分の故郷を出して、結局自分の話だったんだよっていう、何でしょう、あからさまなというか、開き直りというか、自分を全部さらけ出すっていうのは、映画監督というか人としてすごい人だなと思いますよね。そこにもう集約させたっていうのは、はい、私の塊みたいで、はい、それでいってものすごい大勢のファンを掴んで、はい、それで大勢のスタッフ、すごい技術的なバックアップを受けて、一つの世界を作って落とし込んだわけですからね、はい、どっかやっぱりね、仕事として仕事、作品として作品、自分とは違うよっていうスタンスの人が多いと思うんですけど、中にはどっぷりつながってる人もいますけど、そうではなくて、もう自分もその中に入っていって、まさにシンクロスしたっていうのは、もうそこは本当にシンクロ率 100% っていうことで完結させたっていう意味では見事だなと思いましたね。こういうふうに綺麗に終わるとはあまり思ってなかったんですけれども、実を言うと、ね、やっぱりなんかどっかでわけわかんないところを残しちゃうんじゃないかと思ったら、綺麗に終わったっていうのでちょっとびっくりもしました。煙に巻いてね、謎のまま終わらせるんですよね。本当にちゃんと向き合ったって感じですよね。そこはすごいと思いました。というか驚きました。こんなことになっちゃうんだ。海辺の彼女たち、これはベトナムから日本に働きに来ている外国人労働者の話ですね。法的不法滞在、いろんなちょっとしたことでは不法滞在になっちゃって、そうすると日本の法的な保護っていうのを一切受けられなくなると。特にもう深刻なのがいいようですが、病気でなくても、ここでは言いませんけど、病院にかかんなきゃいけない事態になって、もうそういうのサービスを受けることはできないと。そういう事態などはお話映画じゃなくて非常にリアリズム
日本映画、日本舞台にしては日本映画であるにもかかわらず、こうほとんど全部あのベトナム語で監督していて、単一民族に単一国家団体では全くなくなってるってことですね。もう多民族国家の嫌でもなっていると。それをどういうふうにあの法律的なあの枠組みに収めていくかっていう設計の段階ですごくあの詰め方が甘いっていうか、もうなんていうか、こうそういうことを考えたくないっていう感じで今まで対応してきたあの無理がいろいろ割っ てきてるって感じです。現実においてもこの映画はあの基本的にあまりあのシナリオを厳密に作らないでおいて、あの大雑把なこうストーリーのアウトラインと設定を作って、あの役者さんたちにあのその場で、その場であのセリフを作ってもらうっていうのは作ってますから、あの自分の考えであの喋ってもらうっていう作り方したそうですけども、やっぱりリアリズムって、あの劇映画なんだけどもドキュメンタリー的な作り方っていうのがあの内容にも非常に合っていたし、あと今だったらデジタルカメラ の性能が上がって、ものすごくあの暗い場面であるとか、あの自然光だけの場面でもあの綺麗に撮れると、あの冬景色の中をずっとこうフォローしてかかってであるとか、非常に冷たそうな水に手を突っ込んでるのは魚をさばく作業をやつとか、映像自体のこういう実感が非常に高い作品ですね。技能実習生ですか、皆さんの問題っていうか、ニュース見てたので出てますけど、どうなってるんだ入管はっていう感じがしましたね。とにかくあの対応する法制度っていうのは整ってないんですよね。だからとにかくあのどっかに押し込めておくと、いくら押し込んだってあの消えてなくなるわけじゃないんだから、こういう時はこうするっていうルールをあらかじめ決めておかなきゃいけなかったの。卒業生的にあの労働力は欲しいけれども、その後技能実習の期限が切れたとどうするかっていったら、あのことは最初から考えてない。あとは法律破ってんだからあのどっちが悪いっていうふうに話をすり替える、もうなんかこう極端なことで考えたくなくてないから考えてないっていう感じなんですね。まあ、そうなんですよ ね、どう見ても向こうにいれば合に従えば、まだなんかまかり通ってる感じがしますよ ね。合に入ってくる向こうの合の人たちをリスペクトする制度はどうするんだっていうのが、ね、なんかね、全然まだなってない感じはしますよね。あと外国の方にもこう日本にあの行けばこう稼げるとか、そういう 甘いことを言ってあの送り出す老化みたいなのはいるわけですからね。儲けるのが儲けるけども、あとはシェランプリっていう、昔東京の上海人っていう上海電視台、上海テレビの人たちが日本に来て、そのドラマを一緒に作ってたんですけど、90年代前半ですかね、当時はやっぱり中国人労働者が来て日本でえらい目にあって、ひどい目にあってっていう物語なんですけど、もう今多分中国韓国の人とか来ないですよね。日本に来ても稼げないっていうのがもう周知されてるんで、なので今ミャンマーとかね、もうこの監督おそらくこの前の作品がミャンマーの話だったと思うんですけど、もうミャンマーとかベトナムの人が来てまた同じように苦労して、それこそ命を落としてみたいなことになってるという状況ですよね。こういう作品本当作られる監督の方、プロデューサーの方は本当頭下がりますよね。やらないといけないことだとは思うんですけどね。